朗報、大谷翔平さんあっという間に WAR1 位に返り咲き、今日のマルチヒットプラス2四球に加えライバルのコールが大炎上、5回6失点したせいでコールが圏外に。今年も MVP はいただきやね。でもチームが大谷だけ足す意味がわからない。全員足してるぞ、守備プラス打撃みたいに。他の選手も足してええで。他も足したらええやん。一人の人間がやってることなのに足さん方が意味わからんやろ。片方マイナスになったら引かれるんやから平等やろ。けどこれじゃあサイヤング取れないから、投手 WAR だけで1位取らんと。なんで2馬力でこんな僅差なん。守備がマイナスやから DH は試合出れば出るほど WAR は下がる、だからトラウトは DH で出るのを嫌がるくらいや。一人だけ投手も打者もできるとか卑怯じゃない。そんなん1位取れて当たり前。MLB じゃあ全員やれよ。 DH ない頃のナリーグも投手って野手 WAR 足されてたんか。普通にやれば MVP やからね。千賀とか WAR 確かマイナスやろ。投手一本ってほんまフリーよな。ご視聴ありがとうございました。